ダニエル・カルーヤはイギリスの俳優、脚本家。2017年に主演を務めた映画《ゲットアウト》で国際的な評価を獲得し、アカデミー賞、ゴールデングローブ賞、全米映画俳優組合賞、英国アカデミー賞などの各主演団優勝にノミネートされた。2018年にはライジングスター賞を受賞した。ロンドンで生まれる。 母親のダマリーはウガンダからイギリスに移住し、ロンドンで彼を産み、ケンティッシュタウンの公営住宅団地で姉と共に、彼を育てた。父親はウガンダに住んでおり、イギリスのビザの規制のためほとんど訪れることがなかった。9歳で、初めて演劇の脚本を書き、その後即興劇を始める。子役として、地元の劇場で演技を始め、BBC のドラマ、 シュートザ・メッセンジャーにリース役で出演。その後、ドラマ、スキンズに、ポッシュケネス役で出演し、二つのエピソードで脚本にも参加した。スキンズ出演後、法医学捜査班、サイレント・ウィットネス、ドクター・フースペシャル、死の惑星、オックスフォード・ミステリー・ルイス・ケーブ、大い、ミッチェル、ハーイ、ウェップ、などのテレビシリーズへの出演が増え、 BBC ラジオ4のシットコムスニーキエピークスでは声の出演2009年の ITV のコメディ FM ではレギュラーキャストを務める2009年末にはスクリーンインターナショナルマガジンが毎年行う明日の英国スターに選出された2010年ロンドンでの舞台サッカーパンチで主演を務め複数の賞を受賞した 2009年から2011年にかけて BBC のコメディサイコビルではティーリーフを演じた。2011年から2013年にかけて複数の短編映画に出演し、特にダニエル・マロイのベビーはサンダンス映画祭でプレミア上映され、エディンバラ国際映画祭と英国インディペンデント映画賞では最優秀短編映画賞を受賞した。 長編映画への出演も並行し、ジョニー・イングリッシュ・キアスメの報酬、キック・アス、ジャスティス・フォーエバー、ボーダーラインなどに脇役として出演した。カルーヤとアンディ・サーキス・アンソロジーシリーズのブラック・ミラーの1エピソード、15ミリオン・メリッツで主役を演じ、批評家から肯定的な評価を得る。当初は、イギリスのチャンネル4で2011年に放送されたものだったが、 ネットフリックスで配信されるとアメリカで人気となった。ブラックミラーでの演技がジョーダン・ビールの目に留まりブレークのきっかけとなるゲットアウトの主演に抜擢された。ゲットアウトは彼の28歳の誕生日でもある2017年2月24日に封切られキャリア最大の評価を得る。この作品でアカデミー賞をはじめ英国アカデミー賞、ゴールデングローブ賞、 全米映画俳優組合賞、放送映画批評家協会賞などの様々な主演団優勝にノミネートされた。2018年にはライジングスター賞を受賞した。2016年12月2018年公開のマーベルシネマティックユニバースの映画ブラックパンサーにキャスティングされ主人公の仲間を演じた。2020年にユダ ブラックメシアでアカデミー助演団優勝、ゴールデングローブ賞助演団優勝を受賞した。ありがとうございます。